こんにちは。こんにちは。みさきです。渡辺です。はい、始まりました。みさきの部屋です。はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、今日は美容師が教える前髪のセットの仕方ですね。やってみます。はい。はい。やります。やります。はい。普段私がやってる方法なんですけど、まあ、前髪のある方限定にはなってしまうので、まあ、ぜひ前髪ある方でセットの仕方わからない方、まあ、悩んでる方ね、悩んでる方、うん、ぜひ参考にしてみてもらえたらなと思います。僕もちょっと興味あります。はい、はい、それでは動画スタート。スプレイヤーとドライヤーを使います。前髪の根元をしっかりと濡らしていきます。この時に水ではなくお湯の方がおすすめです。ドライヤーのロウで上から放射線状に乾かしていきます。乾いたらコームで溶かします。このくらい放射線状に乾いていれば OK です。生え際が生え癖で分かれてしまう方は、表面だったら放射線状に乾くと思いますので、表面だけでも綺麗に乾かしてください。前髪は三角形になっていると思うんですけど、この三角形の3センチくらいの表面の髪の毛を作っていきます。マジックカーラーを使います。少し浮かせた状態のこの角度でマジックカーラーを巻いていきます。ホリスティックキュアストレートアイロンを使います。下の部分は毛先が軽く内に入るように丸くアイロンを通していきます。表面のカーラーを外します。外すとこのくらいのボリュームが出ます。表面の髪の毛は少しずつ束を取り、強めにカールをつけていきます。ベイビーヘアオイルを使います。指先に2滴出します。指先だけオイルをなじませてから、一度顔周りの髪の毛に指を通して、根元はつけずに毛先にクシュクシュッとなじませていきます。ちょっとルーズにまとまったら完成です。はい、こんな感じで出来上がりました。今回のポイントは、最初からオイルを前髪につけるんじゃなくて、一度顔周りにワンクッションを置きます。そうするとベタつき防止になります。そして髪の毛が柔らかくてカールが落ちやすい方は、最後にスプレーを下から振ってあげると長持ちしますので、ぜひやってみてください。バイバイ、良いお年を。